はい、どうも、平さんです。スパープロ2020栄冠9実況始めていきたいと思います。はい、ではです、夏大会までやってきましたので、早速始めていきたいと思います。で、次回のというか、この勝負ですね、前評判 E との2回戦になりますので、やっていきましょう。まあ、最初が、不戦勝というか、2回戦からだったので、初の試合になりますんで、ぜひぜひ勝ちたいなと思います。まあ、テンションを上げましょう。山本、吉川、角田、まあ、吉川でしょう。1番バッター。山本は絶好調と。で、立浪がいる学校ですね。はい、ヨーカーもいますね。お待たせいたしました。さあ、頂点に駆け上がるのはどのチームになるんでしょうか。地区大会2回戦。まあ、相手前評判いいということで、特に見なくてもいいかなと。右の1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッターは浪速の伊達天。一撃行ったり、もう初っ端から行ってで、おい、流しがいいんですか。しました。初球打ち、石塚取った。一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。5のカードを選んでいるはずなのに全然打ってない。よし、チャンス。いや、もう普通にセーフティーとかでワンチャン満塁にして。ボールを取る。一塁へ。アウトです。一塁はアウト。ここは確実にランナー1年に会っちゃった。高校チームなおもチャンスが。流し打ち頼む。行ってくれ、宇佐美。お前が決めろ、宇佐美。おし、マジ？すげえ弾丸。あ、もし、危うくホームランですよね。あわやホームラン。危うくじゃないな。あわやホームランですね。フックか、フックかは、なんか応援歌を作るみたいなのもあるんですよ。このパープル2020。今までもあったかもしれないですけど、なんかやっぱりすごいですね。結構しっかり作れるので、ちょっと一曲作ってみたいなと思います。まあ、今回の実況ではちょっと披露できないかもしれないんですけど、まあ、次のね、考えている栄冠9もあるので、そっちで、できたらなと思っています。まあ、そのなんて言うんでしょう、向こうもう一個のなんやテーマに合わせた曲を鋭意制作中でございますので、ぜひ見ていただけたら、押しナイスヒットを思います。キッカーはナイスバッティングです。ワンアウト。さて、南雲、ヒットエンドラン7だけど、二塁にいるときにヒットエンドラン怖えんだよな。二塁タッチ。センター返しにしようかな。センター返しがやっぱりな、なんか最初は弱く感じたけど、なんだかんだ強いんじゃないかな。あかーん。富山。引っ張るか。おっしゃい。さすが。さすがっす。大阪ガスやったっけ。バッターは3年生、城島。関東では流れてないんかな。おお。5回まで。俺はゲッツシフトにしまして、伸びがいいので速球中心。で、内角で。ゴロになる？よし。三振を狙ったわけではなかったが、これじゃ定位置で。はい、角田。はい、OK。安心して見てられる。ちょっとホームラン打ったらあれやな。ダイソーとか、ああ、山本なのね。ダイソーとか使っていこうと思ったんですけど。調子上げすぎるとホームラン打っちゃいそうやで。打っちゃいそうなんで。いやー、いいの割に守備いいよね。いや、ダジャレじゃないですよ。ダジャレじゃないんです、本当に。これだけは信じてください。よし、角田。ホームラン打っちゃっても仕方ないかな。わお。心配無用やった。
角打、いい当たりでしたが、しょ、ナグモ、これワンチャン帰ってきちゃうよね。さあラッキーボーイの本領を発揮した。ほい、これですよ。さよならツーラン。まあまあ山本に変えるのがちょっとね、引きが引けたのでね、まあ仕方ないかな。まあこういうペースだったら、3試合できるかなと思うんですけど、まあちょっと おごりかもしれないんで、ね、次の試合が苦戦する可能性もあるんでね。はい、お、ナグモがちょノリノリ、まあ、ホームラン2本ですからね、大活躍。スケジュール変更がもうないよ。 1使って1ですね。野球選手は全部踏みましょう。テンション下がることはなかったはずなんだよな。身長打法の本、そういうの多いよね。もっとなんか特能、いい特能系のやつくれよ。よし、宇佐美が対左 F、 もう一回赤やん。もう一丁赤やんっけ。もう行こう。ん？なんだこいつら、対左 F になるって2人も G いたんかい。勘弁してくれ。次は、マジ？ここで前評判 A が来るか。よし、備えろ。3年のショートとかは誰だっけ。ショートは2年、セカンドは1年。じゃあ守備力はいらん。備えろ備えろ。サードファースト、センター、ライト、打撃系のアイテムがいいですね。それじゃった、それだ、それじゃったらつった。パワーバット、城島、南雲、吉川、城島かな。ピッチャーはまだ2年なんだよな。さよなら男はいらんしな。パワー強いやつに強心対応にしてもらって、ホームランを狙わせよう。内容をつけるやつが行くっきゃねえか。これで行くっきゃねえのか。よし、しゃあねえ、行くぜ。前評判 A、 怖え。怖え。打ち木軍団頼む。また3人いるんだから打ち木。遠山だろ、4番、遠山に抑えてくれ。強いやつがいるかな。大阪の前評判 A なんか絶対おるやろ。今日もたくさんのお客さん、そして応援、どれぐらいのサイズ感かどうか見ていきましょうか。3回戦の模様をお届けいたします。カーチ実業、1塁側カーチ、3塁側先行チーム、観客に見送られて守りに散りました。さあ3回戦、いやでかい、でけえ。はい、では早速見ていきましょう。 1.48、 まあでもとりあえずが魔物でしたね。スコア、まあ、投手からいきましょう。久松って違うか、菊島、安原、長崎、全然違うな。財前、この辺は知らないですかね。白崎とかはでも内野手やもんな。キャッチャーが肩 B と。亀井がそうですね、きっと。うん。奈良出身なんや。吉永、駒、上間、小森、広木。まあまあまあ。転生はそこまでいないけど、やっぱり強いチームってことですね。防御率 1.48。ホームラン、ホームラン、富山。ホームラン、ホームラン、遠い。くす。よし。セーフティー決めてみよう。肩 B、キャッチャーに当たれば肩 B だが。よし、余裕。余裕やぞ。あと2塁。盗塁したんかな？
え、違うな。ああ、1点取っとる。やるやん。宇佐美どうしようかな。センター返して打てるかな、こっちから。やばい。取りました。これでワンアウト、ランナー。福川。お前が見せろ、福川。福川。福川。やお。まあまあ、進塁だということで。軽快な守備を見せました。お前が手はいいんだ、マスオ。マスオさん。ダメだ。球数投げさせなあかんのに、初球打ちしとる。待て待てってさせなあかん。4番にセーフティーバントばっかりさせるのもちょっと違うので、打たせましょう。山本もね、頑張って抑えてるので。由伸が抑えてるんだ。お前が打ってくれ、遠山。違う。うわお。また福川や。福川。福川。ちょっとこれ気に入りましたね。お前が見せろ。福川。打ちました。にゃお。フラフラっと上がった打球はセカンドフライ。取ってこれでスリーアウトチェンジ。くそ。でも、由伸が頑張ってる。トルイーか。肩 B だからな。待て。どうしようかな。走らしてみるか。やめよう。お任せ。2年かけた。スタートが遅いよ。スリーアウトチェンジ。ダメか。まあ、モードを使うなら次の回なんですよ。長打警戒。打率424。いやお、足速い、足速い、足がクソ速い。それは4割だわ。これでも1点をね、完全に防がないといけないので。まあ三振がベストよ。三振がベストや。ストライクを取りに行くのは怖いかな。低めでいくか。ズバッと。なんだそのゆるっと。ああ、違うんだ。速球中心にしたかったか。いやー、ストレートだったんだけどな、予想では。ネクストバッターサークルに控えているのは入澤。うーわ、マジ？そらないぜ。え、自走差でほんまに打たれるよな。自走差は本当にダメなんだよな。いや、これも1点やん。いや、きついぞ、この5点。魔物でどこまで取れるか。よし。危ねえ当たり。うまくさばいています。急に捕まったな。オッケー、ルイ入れてる。それはもちろんセーフティーですよ。おい、スタート遅いぞ。オッケー。ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、城島ラッキーボーイ。ボーイの本領使うっけないですからね。送りバント。初球バント、ピッチャーの左へ転がした。ボールはファーストへ。ちょっとそれたらよし。ちょっと受けはこっちのもんなんでね。これはガン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 行くしかない。これはもうここで変えて2年3年の力を使っていかないと。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。セーフティー、代打セーフティーバント。早い、いいよ、ノートよ。まあ、ゲッツーにはならないと思うんでね。福川も代打で、古賀がいるはず。ちょっと待って、変身とかにして、究極の思考からのセーフティーバント。よし、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 よし。これが魔物だ。
さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。キャッチャーいねえんだっけ。いや、城島と角田がいるので、古賀にしましょう。バッターは3か、あ、5になったわ、よかった、セーフティー、いいよ、よし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 、OK。山本はね、帰れないんで、でも5だな、スクイズ、待って。よし、強い、ファーストボールを取る、よしよしよし、いいよ、先行チーム、ゲームオッケーオッケーオッケー、それでいいんや。バッターはトップに帰って、キッカー、さあここは勝負するか、それこれが確実な戦法なんでね、もうこんなところで負けられないからな。サードから一塁送球、おいおい、ただのアウトやんけ。さあラッキーボーイの本領を発揮してほしい。おっつ、マジか、セーフティーバントだ、よしよしよし、お、おぶね、そらせよと思ったけど、先行チーム、なおもチャンスが続いて、よし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 、まあこうやってね勝つのが栄冠ないんです。ヒットエンドラン、ヒットエンドランで速球それへんか、ヒットエンドラン、アルボー、セーフティー3だからな、よしよしよし、いいぞ、先行チーム、さらに1点追加、もういいね、走らへんから、先行チーム、なおもチャンスやつ、今日2本のヒットを放っている遠山、遠山に打たせよう、ストライク、おいおいおい、そりゃないぜ遠山。古賀が2塁でキャッキャッチャーが城島かな。角田でもいい、キャッ、角田ではないな。あとは問題ないでしょう。オッケー。伝令で励ましておきましょう。ゲッツシフト。一塁タッチセーフ。来ました、セカンドゴロ。よし、いいぞ。はい、オッケー、完璧、完璧采配決まりました。小川は、いや、慎重に行こう、頼む、もうここで打ってくれたらでかい、おーし、ファーボール、吉信さんなんですよね、阿部日、こいつも防御率やばいな。3年で 1.21 やばいよな。吉野には荷が重いか。外のボールだ、うわー、ザイズ、ボールを掴んだ、一塁へ送る、まあまあ、あげひがついて、いよいよ、それは仕方ないな。9回の、さあ、では、能力を上げます。変えれる余裕があるかどうかですよね。代打で結構使ったので、そこまでいっぱいいるわけじゃないんですけど、球数使うね。うわー、おー、何してる、おい、何しとんねん、なんか反復飛びしたら、何しとんや、なんで6番に41本もホームラン打ってるやつがおんねん、怖いな。やめろ、スタンドに入りました、ファール、怖えよ、打ちました、ピッチャーに多く球、伸びえないか、ストレートとして、打ちました、これよし、ゲッツコース、よし、でかいでかいでかい、よし、それでは育成入ります。ちょっとまだ怖いな、センター変えたくないけど、ショート、サード、ファーストまで変えよう、
って伝令で盛り上げるがいる。 OK よし、なんとか魔物の力ね、勝ったぜ。先行チーム、激戦、激戦だ。ふぅ、危ねえ。危ない戦いでしたね。よし、変身ダイダ丸になった。うん、結構伸びたんじゃない。ふぅ、名門になったんでね、こんなところで負けるわけにはいかない。相手の強さで変わるのか、それとも、ん？相手の強さで変わるのか、その、何回戦とかで変わるのか、どっちなんでしょうね。どっちもあるんかな。例えば、1回戦で前評判 A に負けたら、めっちゃ能力下がるとかあるんかな。能力じゃない。評判下がるとかあるんですかね。前評判 D。よし、3試合目。行きましょう。まだ時間があるんでね、行きたいと思います。前評判 A に勝ったんで D なんかには負けてられない。よしよ、テンションアップ。ジョジョン吉川遠山、全然いいね。じゃ遠山で、みんな調子が、みんな調子が、前の試合であんまり活躍できてないから今日が終わるベスト4が決まるということになります。地区大会、オッケー、順次まで来てる。一塁側、豊中、三塁側、先行チーム。大会はね、もう甲子園大会へ向けいよいよ終盤を迎えました。言葉が出てこ、弱い、めちゃめちゃ弱い。大会はね、もう踏み台なんでね、踏み台という言い方、うわ、えなつ、こういう高校にいるなよ。遠山、下ろさなあかんよ。しました。うわ、3回のえなつやばいね。よく見て、よし、結構見たからセーフティーで球数。よし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 、こすいぞ。大人の戦いをしましょう。5回で84球、初球打った、いい。よし、打ちました。うう、単字掴んだ、単字そのままベースを踏んでアウト。セーフティーしたかった。セーフティー、セーフティーバントで相手を崩すっていうのがね、いい作戦だと思うんでね。伸び A は速球中心にしてほしいんだよな。速球中心の本あったかな、そういう緑徳のみたいなの本いっぱいあるんでね、見ておきましょう。またストレートで押せば伸び A だって強いだろう。アウトコース、 OK。山本ですよ、その、お、魔物持ちっすか、山本さん。球場の魔物すら初球から打ってた、と弾いた。それはでもちょっとダメね。単次一塁キャンバス踏んでアウト。先行チームなおもチャンスが続いています。いやでもこのチーム相手にね、セーフティー攻めはあんまりしたくないんで。打ちました。 OK、 ナイス。これで調子とか上がってくれればいいんだけどな。走れるよ。ツーアウトランナー二塁。打ちました。初球打ち。流しにしようかな。打ちました。ピッチャー変わったからもう大丈夫や。落とすの？落とさんのかい。落とさんのかい。速球中心。はい、はい、ファースト。軽快な守備を見せました。
速球中心の低め中心。はい、OK、ピッチャーライナー。お、まあもう1点差だからね。1点差なので、1点差じゃない、7回まであと1点なので、うっさみうっさみ、スローカーはエグいな。あと1点でコールドの時に別に全員回さんでいいんやけどね。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮してほしい。まあ出番があるのはいいことですが、福川まだノーヒットですかな、あなたノーヒットですかって言っちゃった。送球それた、アウト。これで2アウト。まあ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 、そう思う、ちょっとやばいね。強心臓関係ないけど使っとこう。まあ、信頼度がねまだ低いんでね。おー、いいね、よく見た。山本もいいとこで打ったりするからな。おお、いかつい当たり。よしよしか、2本打ってる。さあ、ファイトを前面に押し出したバッティングをしてほしい。右本フルヒッターつきそうやな。そうか、さっき打ったねホームラン、あれが2本目やったね。おお、よし、ナイス。エラーになるのか、今間に合っただろう。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮。盗塁してみましょうか。盗塁いいやけど、これで盗塁 D ぐらいになってくれる。盗塁上がらんかな。よし、ここまで。いいよ、南雲もホームラン打ってんだね。じゃあいっとこう、ホームラン2本目。この3年の調子がね大事なんだね。知らないうちにまたスピードが3になっている。で、2で見ているはずなのに。よし、ガツい当たり、これはヒットになるでしょう。 OK、 裏を抑えたらコールドですね。富山があんまり良くないな。地方球場の顔を覗かせそうな場面、使う必要は別にないんやけど、もう使っといて。初球を打ちました。アンド弾いた、取れない。続き今ひろ先行し、よしよし、別に必要はなかったんだが。イーム、めっちゃみんな魔物や。こういう場面で地方球場の魔物が顔を覗かせるか。終わらんかもね。あんまり点差がつきすぎたらカットしますね。ここへ持っていきましたが、ライト前進してくる。あっと、落とした落とした。ボールが転がる。ライトからサードへ。ライトのエラーが記録されます。先行チームなお。もうバントとかはしないでおきます。はい、じゃあ3アウトまでカットします。なかなか時間がかかりそうなので。あっと、こぼした。そして今拾い直した。先行チーム来ました。掴んで、これで終わった。ついに終わった。14対0まで行きました。はい、で育成が、できそうなので、もうダイソーとかでも結構使いました。キャッチャーは角田でいいでしょう。小川はセカンドか、うん、草木がショートできるので、まあこれでいいか。富山はもう変えちゃおう。はい、ということで、もうこの回で全て終わるので、先行チーム。先行チーム。盛り上げるが1しかないのか、1年しかいないのか。打った。はい、ではサード、石川。はい、OK。これでワンアウト。ワンアウト。完封したら山本の調子がノリノリになったりしないかな。まあ速球中心になってほしいので、速球中心でいきましょう。押さえて、やお、それはダメよ。よし、ファースト、オッケー。これで2アウト、ランナーありません。バッター、
ラスト1人はもういないよね。よしよしよし。もうしたら、そのまま、さっさと押さえて終わりにしましょう。はい、OK。三振で終わり。10対0と。準々決勝が終わったんで、ベスト4まで進みました。はい。という感じでございました。うん。川内のフォークは3人。山本が球速151キロまで来ましたと。2あるよね。あとあって。お、機材の導入と。機材交換券は多分全部あると思うので、まあ1個、このメンテナンスキットは買っておきましょう。ちょっと壊れそうなのがいっぱいあるんでね。で、あとは、まあ、革極意が欲しいです。あと、お褒めも欲しいかな。お褒め、お褒め。お褒めも欲しい。まあ、ピッチャーがね、良ければいいのかなっていう感じはするんですけど。あとはな、先行手帳とかとか。もういいや。来た。近畿の街道、かっこいいな。回廊かっこいいですよね。パープルノードと回廊は伸びなんですけどね。ピッチャーっぽい。前幅 B の新世界高校と準決勝戦っていくっていう感じの次回になるかなと思います。はい。ではちょっと今回はね、ダダダと3試合やっていきましたが、全てなんとか勝つことができました。まあ2試合目はね、ちょっと魔物の力を借りてなんとか逆転勝ちという感じになったんですけども、まあね、それも含めて、このチームの力なのかなっていうふうに思うので、はい。これからも頑張っていきましょう。まあ、目標のね、春夏連覇に向けて、まずは幸先のいいスタートを切れたんじゃないかな。まあ、この夏の甲子園で、ね、結構いい成績を残さないと、今の2年、1年が、まあ、春夏連覇の目標に向かって戦うことになるんで、そいつらが、強い能力を持ってないとね、きついんで、頑張りましょう。はい、ちょっと長々話しましたが、今回はここまでにしたいと思います。次回準決勝、決勝をやっていきたいと思います。はい、ではご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ありがとうございました。